はい、今回は鈴木ジムニー XC5 速 MT、ジャングルグリーンに試乗してきましたんで、そちらの方お話をしていきます。やっとですね、このジムニーのですね、マニュアル車のね、試乗車につけてですね、試乗してきました、まあホンダのですね、N1 のね、6速ミッションがね非常に良かったんで、これはね、ジムニーもちょっとこれ一回乗っとかんとね、後悔するなと思ってね、見つけました。私ですね、ジムニーのね、まあ当然オートマはね、今のやつのオートマはね、試乗したことあるんですけども、マニュアルのジムニーに乗ったのちょうどね、このね赤いやつね、 SJ30 っていう水冷2サイクル3気筒のこのジムニーの時以来ですね、この辺の時はね、まあMT のフィーリングがどういうこうどうのこうのっていうねレベルじゃなかったですね。この時はですね、まあ当然ね、2サイクルのエンジンですんで、音はパン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 鳴るし、まあ当然エンジンブレーキも効かないし、まあこう走ってるのがやっとでですね、これまっすぐ走るのかどうなのかもわかんない感じの、もう直進安定性とかすらないですね。ね、ですんでもうこれもう本当に使い捨てのこう釣り専用の車のようなねイメージで、これも全然普通車とこう比べるレベルでなかったですね、もうおもちゃみたいな車でした。まあ、その頃ね、私三菱パジェロのね初代のパジェロ乗ってましたけども、全然比べるレベルじゃなかったです、この時のジムニーね。なんでミッションがどうのこう、まあオートマもあったのかなのか分かんないぐらいだね、この時はね、ですんで、まあ、それ以来ですね、ジムニーのねミッションになりますね。はい、まあ、ちょうどこの色ですよね、このね、色に、試乗しましたね。それがですね、まあね、今やですね、まあ営業マンに聞いたらですね、未だにバックオーダーね、1年待ちだそうです、ね。そんな車今時ないですよね、みんなずっと1年待ってるっていうね、発売からもう何年もね経っててもね、すごい車ですね。はい、でですね、このですね、まあ、車ですね、フロントミッドシップなんですよね、3気筒でエンジンが短いんでね、車軸の内側にね、エンジンが乗ってますんで、まあ私の BMW 同様ね、ハンドリングが非常に似てますね。で、この間私レクサス行った時にですね、たまたま IS のね、2000cc のターボのねエンジン見せてもらったんですけども、トヨタのねやっぱエンジンの乗せ方、やっぱ未だにこんなにこう後ろ寄りにねエンジン乗せないですよね。普通にエンジン乗せてますよね、こうね真ん中くらいにね、ですんで、この辺はね、まあトヨタなりの整備性の良さとかそういうのがあるのかなと思いますけども、この辺は私はこうやっぱこうねセンターに寄ってる方がねやっぱフィーリングがいいんでね、この辺はやっぱこのジムに感心しますね。はい、あとですね、まあ今回ですね、まあぐるっとですね街中をね試乗しただけですんで、まあちょっとオフロードのね、性能っていうのはちょっとわかんないんですけども、まあ実力はですね、まあこれ世界レベルねの実力ですんでね、まあこれは間違いないですよね。で、まあね、私も一回パジェロでですねこういう風なね、両方片方の、前輪がですね、まあ、砂浜でねこうスタックしちゃった時ありますけどね、この時やっぱね脱出できなかったです、ねですんでね、その時たまたま来てたランクルの人にいたらね
牽引して助けてもらいましたけども、こういうね LSD がね、ねブレーキ LSD なんかね、っていうこの新しい技術ですけどね、これなんかあったら安心だった ねこれがあるというのは非常に心強いですね。そういうね砂浜なんか走った時とかね、まあぬかるみとかね、はいはい、じゃああとですね、まあエンジンはね先ほど言いましたように3気筒のターボエンジンですね。ちょうどいいですねこの辺のパワーがね。私はあの4気筒の 1.5 よりも、むしろこちらのね、まあジムニーシエラのエンジンよりもこちらのジムニーのね方がこの車に合ってるんじゃないかなってね、思いますね。はい、で、まあね、エクステリアのデザインもですね、まあ、非常にこれかっこいいと、ね、まあ、日本車の中で一番かっこいいんじゃないかなっていうぐらい思えるね、シンプルでね、そういう感じしますよね、これね、シンプルイズベストというかね、はい、で、まあ、インテリアですけども、ね、この写真はね、オートマですけども、マニュアル車ね、どうなってるのかなとね、思ったらですね、やっぱね、このセンターコンソールがないんですよね。あの本当にね、あの床からこうね、シフトがこう入ってくる、なんで本当にフロアシフトというかね、の感じですね。で、じゃあこのね、フィーリングはどうだったかとかね、言うとですね、あの確かにあのショートストロークじゃないですね。あのホンダの N1 のようにコン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 決まるやつじゃないけども、悪くないです、ね、まあこうストロークは大きいんですけども、しっかり感があります、ね、で、エンジンと あのマッチングも悪くないです、ね、なので、私がね、スズキでちょっと気になったのはアルトワークスのシフトってちょっと難しいですよね。アンクラがちょっと少なめでね、ですので、あんな感じもなくて、非常にね普通車のようにね、乗れるんで、まあ、この辺はね、ちょっと安心しましたね。そんなアルトワークスのようにシビアな感じじゃなくてね、まあ、ストロークは大きいけどもこれはありだなと、ね、思いました。ですので、まあ、私 AT も乗りましたけど、まあ、AT でも十分です、ね、AT でも十分ですけども、あの積極的にね、マニュアル車を選んでもあのこれ損はないと思います。まあ、その理由の一つがですね、燃費を見るとですね、まあ、ここに書いてあるように、まあ、高速 AMT だとね 16.2 なんですよね。で、AT だと 13.2 でかなり違います、ね、今時ねあの CVT ですんで、CVT だとですねあのオートマの方が燃費いいんですよね。ですんでこれは普通のね4速 AT ですんで、これ5速 MT の方が燃費良くなりますんで、そういう理由でもね、5速 MT で選ぶ理由があると思いますね。はい、あとですね、私ですね、やっぱね昔はですねジムニーってね、ちょっと高いイメージがね軽自動車としては高いイメージがありましたけども、今じゃ非常にですね、まあお買い得な車じゃないですかねと思いますよね。このぐらいの値段ならね、今だいたい普通の軽自動車でもね、このぐらいの値段しますって、まず FR と四駆ができてね、まあ悪くない車ですね。まあ当然あの1年も待たなきゃいけないぐらいのね本当にいい車ですんで、みんな待ってるんだなと思いました、ね、まあ本当に日本の誇りとも言っていいような、日本車らしい車だと思います、ね、はい、それではね、今回の動画は以上になります。